皆さんこんにちは、塩津ゆうすけです。本日は皆様に発表があって、動画を回してます。私、塩津ゆうすけは今月末の26、27日に開催されるフォーミュラリージョナルジャパニーズチャンピオンシップの開幕戦に出場することが決定しました。サーキットは岡山国際サーキットで開催されます。地元香川から一番近いサーキットで、自分としてもすごい思い入れのあるサーキットなんで、とてもワクワクしてます。フォーミュラリージョナル自体は、去年の初めに一度だけ乗らさせていただいたことがあって、すごく自分の中では感触が良かった、テストだったと思います。フォーミュラ自体は、約2年ぶりになるんですけど、2年間スーパー耐久で箱車乗らさせていただいたんで、そこで学んだことを、生かしていけるように、頑張りたいと思います。今回お話しいただいたのが、6月の初めで、ちょっと準備期間がすごく短いんですけど、で短くてぶっつけ本番になるんですけど、やれることを精一杯やって、全部勝てるように頑張りたいと思います。自分としても、もう一度フォーミュラに乗れるのはすごく、ワクワクしてますし、とても楽しみなチャレンジになるんで、皆様どうか応援のほどよろしくお願いいたします。また今回の参戦に向けて、スポンサー様、サポーター様を、大募集しているので、もしご興味がある方、もし応援してもいいよって方は、SNS を通して連絡をいただけるとすごく嬉しいです。チャンネル登録、高評価で、応援してください。よろしくお願いいたします。以上、塩津ゆうすけでした。バイバイ。